はい、皆さん、こんにちは。カゼンダです。こんにちは、タクです。ちょっとね、長いアップデートが終わってですね、はい、応援団メカニクス産業、特定の12キャラのみ出現というね、ガチャが来ました。はい、来ましたね。どうですか？いや、正直欲しいとこで言うと、僕個人的には、うん、やっぱ三田村、あと野球間を雇ったいと、神宮寺とかやっぱりいいですよね。なるほど。まあ、ちょっと、メカニクス産業の攻略ガチャなの？これ、そこは書いてないか、はい、応援団ガチャね、はい、まあ今ね新しくイベント始まりましたけども、きっとこれっていうのはアヘヘになるから変化球からキャラがもらえる方が熱いんだよね、きっと。そうですね、うん、そういう意味で言うとやっぱりエレキとかがいいですよね。うん、エレキ野球マンあたりですか、はい、まあ、あとちょっと後ろの方にスバルがいたり大東がいたりっていう感じですけども、まあ、そこら辺が当たればいいんじゃないかなと思っております。私に関して言うと、うん、三田村とあと名古屋がPSR で開放できるというところで、そこら辺がね当たってくれると嬉しいななんて思っております。なので、2回目がね三田村か、穂村なごみの SR 以上1枚確定ということで20連やらせていただこうかななんて思っております。いきます。まああとこのイベント結構ねハイスコア面白そうだからね、うん、そこら辺もねお届けできたらいいかななんて思ってます。さあここでも SR 欲しい。20、いやー頼む、これ来てほしい、これ来てくれ来てくれ、来ない、いやマジ来てほしかったな。さあただいやワンチャンある、ホームランか、これ次もホームランの可能性あるんでしょ。ちなみにサンタホームランってどんな状態なの？サンタホームラン45だよ。PSR は持ってない。なるほど、ちょっと渋いな。あーマジか、この期待からのこれ、俺ホームランだったらちょっとどうなるよ。多分携帯がクル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 って宙を舞うことになる。頼む、ホームラン以外で頼む。さあ嘘でしょ。宙舞って落ちてきましたよ。カズさん、カズさん、嘘でしょ。カズさん、カズさん、そうでしょ。3回目は何？もう怒りの3回目です。ホームラン以外が確定に入ってますよね。ホームラン以外ですけど、PSR でないと嬉しくないです。2枚来ましたよ。おー、うん。ここは解放できます。羨ましい。あとここです。特定のキャラのみですから。おー、いやめっちゃ羨ましい。まあ、ここはねまだあの解放全く手つけてないんで、はい、ここは良かったと思います。迷宮で強いですからね。あ、そうなんだ、はい、へえ。まあそんな感じになっちゃいました。じゃあちょっと大東見ていきますか。いやホームランの2連チャンはちょっと想像してなかったな。ちょっとまずホームランを向こうにやりましょう。向こう行っとけ行っとけ。マジか。いやなんかバレンタインバージョンはカズさん持ってないですか？バレンタイン持ってない。なあ、じゃあね、多分来週とかにバレンタインガチャ来ると思うんで、いる？そこでバレンタインホームランも手に入れて、このね3バージョン全部45で揃えましょう。いやだからいる？いる？いらないでしょ。本当にこれ大東だよね。はい、どうしたらいいのかな。45にできるかな。まだね35レベルなんですよ。なるほど、ちょっときつそうかな、解放は。ほら、あ、レベルアップもしてない。こんな感じだと。そうなの、そうなの。だから、これはこれで嬉しいのよ。1、2、3、4、5、まあ。ん？ R 持ってるはずですよ。R 今当たってた。はい。じゃあ、PR に R を食べさせましょう。あ、これは大事だね。これ4ついったら相当でかい。相当でかいっすよ。うん、4ついったら相当でかい。1でした。どうしよう、5にもできない。これ、まあ、おじさん使えばできるけど。待って待って、1、2、今確定分で言うと2なんですよ。あ、 PR5 いくじゃないですか。おじさん使わない方がいい？いや、使わなくてもいけますよ。いや、行くけど、それだと45になるんでしょ。いやいや、使わない方がいいですよ。え、でもだって1枚つ、ん？
どういう計算ですか。ちょっと待ってね。変化球ボロス 16? いや、大丈夫です。俺はなしですよ、これは。あ、そうなの。え、だって。だって、待って。今1でしょ、PR が。はい、2、3、4、5になるんでしょ、はい、で、2段階いったとしても、最大でプラス4じゃん、SR。はい、大丈夫さん1個使うことによって可能性増える。え、別にここで45持ってくあれないっすよ。あ、そう。はいはい。わかりました。じゃあ SR。いや、よしよしよ、そんな危険な。よし。うん。じゃあ、こうしますね。はい。よいしょ。結構ね、俺、大丈夫さん、奮発型だから。それはね、だみんな知ってますけど、さすがにここはないですね。でもきっとやっぱりそういう気持ちでいくと多分これ3度もあります。あ、でも安定の4です。安定の4。俺ダメだ、今日言ってること全部外れる。素晴らしい、うん、だからこれは次、うん、また何かの機会で弾けたらでいいじゃないですか。もあ、なるほどね、わかりました。まあじゃあそんな感じですか。いやー、ちょっとここの三田村くん、ここ惜しかったっすね、カズさんの場合。ここマジで惜しかった。ここはどうなんの。あ、技術稼げたのさらに6追加。しかも技術ボーナス何も持ってないんだよね。持ってないところでさらに6ポンって乗っかるから強いよ。大谷に出ますよね、あの。ああ、そうね、うん、あの筋力ボーナスね、はい、あとなごみですか。なごみはですね、あ、欲しいって言ってましたね。うん、なごみも PSR なんですよ、プラス3。ああ、うん、全部 PSR だから難しいっすね。難しいのよ。、うん、本当によろしくないんですよ。まあでも大東が進んだっていうことでよしとしましょうか。いや、もう素晴らしかったと思います。うん、そっか、エレキも PSR 欲しくなってきたし、なんか、いや、エレキはやっぱり PSR 持ってたら使いたくなりますよね。うん、やる気150系はアヘヘンとかで合わせたときに爆発力すごいんで。そうだよね、うんうんうん、そこやっぱり持ってて損はないですからね、絶対。まああとはですね、あのメカニクス、これまだ1回もプレイしてないんですけど、ここでね、あのいただける報酬っていうのも結構美味しいですし、どっかで見れるんだっけ、ポンと押せば見れるのかな、はい、あ、あの戻ろうして、あのハイスコアの報酬、あ、ごめんなさい、ここですね、はい、で報酬一覧、マスターオブマキナ、わかりますか。マキナっていうのはスペイン語で機械っていう意味ですよ。多分そういうところから来てるんでしょう、はい、ロボプロフェッサー、ロボコップ。そんなないっすよ。いやでもこれどこ入んのが理想なんだろう。いや理想は1位だろ。いや、まあ、そうそうそう、それはそうっす。でもさ、もうとんでもない人たちいっぱいいるから。そうですよね、うん、だからもうここはもう運もありますからね。まず累計をまず回収して、うん、累計もあるんですね。累計、いや累計もめっちゃ熱いですよね。1回やって1万点いけばもうここは手に入れられます。そしてウィザルガチャ券、カロリーバーもですね、うん、ん、天才ウィザルガチャ券2枚。いや、めっちゃ熱いですよね。これ特さ、あのサブアカでもちゃんとやんの。いや、もうすでに1回ログインは、ログインというか、あの、やったの、やってるところです、今。すごいね。ただレベル20とかなんか、いや、分かってるよ。だからサブアカだったら10回やってもここまでいかないだろ。いかない、全然いかない。そのモチベーションすごいな。いや、でもやっぱり、うん、でも、俺も本アカ1回やって、今1万200点とか出てる。すごいよ、皆さん。もう携帯2つ持ってる人みたいになってるの。1万200点出たんですよ。うん、でも、それで俺初めて、あの、名人取れたんですよ。お、初の1万超えだったんで、はいはいはい、やっぱり、やってて普通に楽しいなっていう感覚にはなれますよね。あ、いい話だ、はい、いい話だ。なるほどね。まあちょっとここは動画でもお見せしていきたいよね、メカニクス。まああとはやっぱり円卓投手ね。いや、そうっすね。僕もあれですよ、円卓投手で盆栽で、あ、これ出るかな、あ、もう点数が高すぎて出ない、盆栽で SS 先発作りましたから。いや、ちょっと円卓が俺も楽しすぎて、もう育成ボックス見れねえかな。あ、これカズエンドって書いてある、これ、これ盆栽なんですよ。すごいですね、先発中継ぎ抑え、うん、もうスーパーマンです。もうさ、なんていうの、敏捷ポイントすげえあるから。あー、確かに確かに確かに、うん、これあの金徳8で聖杯は取れなかったんですけど、まあでも優勝したらそこそこいきました。だからこれ千丸でハマったら
もう SS1 ですよ。いや全然ありますね。全然ある、全然余裕である。でもびっくりするぐらい面白いから皆さんね、うん、あのデッキ組めるっていう人は円卓いいと思いますよ。やった方がいいですね。うん、うん、解放済んでなくても全然やる価値がある。うん、この G っていうのはですね、土曜日にもうやべやんなきゃと思って休むを連打でやらさせていただきました。はいはいはい素晴らしいです。はい、まあちょっと次のハッピーマンデーガチャでもちょっと話すんだけど、ちょっと昨日寝落ちしちゃった。いやもう僕も夜生放送待ってたんですけど、ごめんごめん、全然ログイン入んないなと思ってフレンドから見たら最終ログイン7時くらいで、ちょっとその話またしようじゃん。はい、そんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。